11月3日火曜日の山陽新聞ニュースです。岡山市北区の最上稲荷の新都で作る最上稲荷総本山法参会は新型コロナウイルスの感染防止のため最上稲荷で2021年2月2日に開催予定だった恒例の節分豆巻式を中止すると発表しました。例年3万人以上が参加し密集や密接が 避けられないと判断しました。豆巻式は1961年から毎年行われており、中止は初めてです。茨鉄道は2日、ルノワールやゴーギャンらの名画で車両をラッピングする改装費を得るためのクラウドファンディングを始めました。大原美術館が所蔵する20点から30点を現代美術家が切手風にアレンジし、 それを特殊シートに転写して車両外側の窓や車内の網棚付近に張り走る美術館に見立てます。目標額は250万円で締め切りは12月18日です。岡山県は2日地球温暖化防止対策の一環として執務中に重ね着などで暖房の電力使用を抑えるウォームビズ県民運動を 本格的にスタートさせました。期間中、庁舎内では室温20度以下を目安に暖房を設定します。県は県内の経済団体にも協力を要請しました。岡山県のウォームビズ県民運動は2021年3月末までです。続いて天気予報です。11月3日。 岡山県南部は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。最低気温は9度、最高気温は19度でしょう。岡山県北部は晴れ、昼過ぎから曇りでしょう。最低気温は8度、最高気温は17度でしょう。降水確率は岡山県南部午前0%、午後0%。岡山県北部午前0%。 午後10%でしょう。ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。